はい、おはようございます。おはようございます。お久しぶりということで、はい、すいません間が空いてしまいました。今日はですね、この心拍ですね、これはね、うん、うちの生徒さんの心拍なんです。まあ元々文人でこっちに頭がちょっと返ってるような、すごいシャレた面白い木だったんですけど、うん、去年から今年にかけてどん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 あの枝が枯れてってしまいまして、でその影響で残ったのがこの、まあ、2つ、まあ、この辺と、うん、これはかろうじて残ったぐらいなんですけど、もうしっかり頭があったんですけど、そこが全部弱くなって枯れて、これが残ったっていう木ですね、はい、で普通だったら頭が残ってこっちが枯れていくはずなんですけど、うん、逆の症状というかになってしまいまして、どういう感じでこう今後やっていったらいいかなっていうので話していった中で、ちょっとした僕の提案をもうその方は、あ、じゃあそれでお願いしますっていうことだったの で、はい、でそれをやっていこうかなと思います。でその構想っていうのが、もうこの枝だけにしようかなっていう、おちっちゃく、あのね、国風とかっていうそういうレベルじゃないんですけど、うん、ちょっとした展示会かなんかでは跳ね出しで使えるようなそういう木にしていこうかなっていう感じですね。でこのね、幹の動きってすごいいい木なんです。シャリゲーとかね、この木の魅力なので、これをもう陣として使おうかなと思って。でかくない陣なんで、もう結構まあこういう木あるんですけど、ちょっと陣を派手に つけたちょっと心拍にしていこうかなと思って。面白そうです、はい、なので、ちょっとがっつりと枝を落とすような感じになるんですけど、今回はこれをまず綺麗にしてからシャリを作っていって、陣も作っていきたいなというふうに思います。やっていきます。はい、じゃあまず最初にちょっとこの、文人だったのですごいコテンというやつだったんですね、うん、なので今板についてますけど、これも用なしになるので切っちゃいます、はい、でこの木はまあいつも当時に置いてた木なので、うん、他の生徒さんもいい木だねいい木だねってみんな好きな木なんですけど、はい、だん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 ちょっと枯れていくのがみんな気になってた木で、なんとかこれだけ残ったのでちょっと思い切った作業になるんですけど、また新しい姿になればなというふうに思ってます。最初に枝を落としています。はい、使うのはこの部分だけなので、うん、上の方の枝は全部落としていきます。で使うか使わないかまだ後で決めたいので、ちょっと長めに残して。この上の方から枯れてく原因ってのは何なんですかね。水が上がんなかったのかなっていうのが一個と、あとは単純にそういう構想の段階で動かしすぎな、やっぱね針金をかけない状態でこうやって動かすと枝も上がっちゃうん でそれの積み重ねがこうなったんかなっていう憶測ですね。憶測、はい、でこういうシャリのすごいというかその派手な木って昨今の展示会だと結構多く見受けられるので、まあ割と前衛的っちゃ前衛的だけど、まあ面白いは面白いですよね。でこの木だと今シャリがこうやって返ってきてるので、あんまり長くはいらないような気がするんですよね。この辺も、うん、このぐらいがベストかなとは思うんですけど、長さで、うん、行き過ぎてともあれかなと思うけど、とりあえずまあ一回全部磨いてやっていきたいと思います、はいはい、下の部分ですね、まずは、もうここの上って全部用なしになったわけなんですよ。水水が、うん、なんでこの辺からもシャリを入れたいので、はい、ちょっと薄皮だけめくっちゃいたいと思います、はい、めくるのは下の部分ですね、うん、水水が どういう動きしてるのか見たいので、本日は何度ですか、はい、今日は今日はね、朝見た時は0度だったけど、はい、今何度だろう。ということは調子が悪いということですね寒くて、はい、お察しくださいってことですね、視聴者の方に。 Q さんの編集力が試されるという、ね、うん、そうです、任せてください。もうリッツやってんの。やってる。いつまで。31リッツカールトン東京で今年も。いいですか。いいよ、今年もありがたいことに3年目ですけども、ザ・リッツカールトン東京さんで、大宮盆栽の展示を
行っております、はい、で今回も例年に引き続き展示に加えてアフタヌーンティーとのコラボということで、今回も盆栽をテーマのアフタヌーンティーを考えていただいて、盆栽を見ながらこういうラウンジで楽しめるようなそういうような空間作りをしております。盆栽だけ見るのも全然大丈夫なので、お時間ある方はお越しいただいて、たくさん大宮盆栽のいい木たちを見ていただければなというふうに思います。はい、パフォーマンスあるんですか今年は。今年もはいやります。いつ？ね、19と26にやらせてもらいます。金曜日、まあ、8時から、まあ、それはおそらく、ね、ラウンジを利用していただいた方がいいかなと思います。夜、はい、夜、うん、ということです。皆さん、はい、ぜひとも。よろしくお願いします。六本木ですね。はい、ミッドタウンです。はい、45回優雅なひとときをお楽しみください。はい、今ね、年一やらせてありがたいことにやらせてもらってますけど、はい、国風とかとまた違った晴れ舞台じゃないですか。うん、そうね、盆栽たちの、うん、何年もね、国風とかに出てないような、展示会とか出てないような木たちが、まあ、盆栽をあんまり知らないような方たちにでも見てもらえるっていう機会って、うん、結構ね、木にとっては嬉しいんじゃないかなっていうふうに思うんで、はい、水水のところ下の部分は綺麗にしました、うん、はい、で上はあの結局削っちゃうので何もやってません、うん、この後こう全部シャリにしていきたいので、まずはここら辺に切れ目を入れて上を全部取っていっちゃいたいなというふうに思います。はい、この流れがここに水水がありますけど、うん、この流れのままこうやって後ろに行くと水水が細くなるので、今回こっちら辺まで水水は切っちゃおうかなと思います。であとはこの要は水で生きてるところがここなんですね、うんうん、なんで要はここが生きればいいです。ここから下が生きればいい、はいはい、っていうことです。なのでここら辺の上の部分ってもう上まで行ってる水水なので、うんうん、まあ必要がなくなってくる、はい、っていうとこれと直結してるこの下の部分もいらないんじゃない、うんうん、逆に取ってあげないとここがこんな細いのにこっちは太いみたいになっちゃって、なるほど、一緒に切ってあげたい。であとはここが元は枝だったんですけど、はい、無垢で何も車輪も何もないので、うんうん、ここもちょっと一筋とか入れてあげたいなっていうふうに思います。はい、はい、でまずはとりあえずこの辺から上を全部取っていきます。はい、境目をハサミで、はい、まずは一回切って、で今だとあの水をあんまり通してはいないので、うん、取りにくいですよね、夏に比べて、うん、そうですね、だいぶでも形成層が厚いの方が、上をやっていくんですか、上は機械でやるのかなとか、あのちょっととりあえず手でやってる、とりあえず手でやってる、取れねえな、僕いつもこういうのやるときは、うん、あのまあ、これぐらいの大きさだったら形成層は手で剥きたいんですよ。ケバケバになっちゃうんですよね、僕機械でやると、うんうん、最初にこの柔らかいとこだけは手で取って、その木質の部分は木でやろうかなっていうのをいつも思ってるんですけど、うん、ちょっと手間がかかるけどそっちの方が綺麗だと、綺麗、仕上がりが綺麗なんですね、うん、こういう感じで、はい、上までやっていきます。はい、はい、画面で中でやりましょう。中でやります。はい。で、ざっとこの辺まで、水水のところを剥いたんですけど、ちょっと見ていただくと、この辺からかな、うん、ここのラインで枯れてった。うんうんうん、跡なんですね。多分ね、こういうふうに枯れてったんですよ。こういうふうに。はいはい、で、それって削ってるとすごく分かって、白い形成層が出てこないんですよ、なかなか、うん。もう茶色くなって、
これが元は形成層だった部分なんですね。この茶色い部分が今削れてるところで、この下に木質があるんですけど、ほら、生きているところとの比較をしてみると、ここの薄皮を取ったらもうすぐに白い形成層が出てくるはずなんです。これ、この下に木質ってあるんですけど、これね、ここ木質で、こっち形成層ね。こっちの場合だと、この木質の前にこういう茶色い層がある、これが、まあ、枯れた形成層なんですよね、要はね、なんでこういうのはね、削るときはスッと剥けないで単純に削っていかないといけないので、こういうので削っていって、まあ、木質が出るぐらいまできれいにしてあげたらいいんじゃないかなと思います。で、あとさっき言ったようにちょっとこの辺がやっぱり長いと思うんですよ、私、なので、まあ、バランス的に見ると、まあ、ここぐらいで切っちゃっていいんじゃないかなと思います、はい。まあ、この返ってるのは特段使わないでこの辺で終わらせて、逆にこの辺をちょっと尖らせて、まあ、鋭くして、まあ、自然の雰囲気を出していけばいいんかなと思います、なんでもうここも手間になっちゃうので落としちゃいます。このぐらいかな、とりあえずは。この部分なんかえぐれたようにできました、反対側も同じようにちょっとえぐったようにできれば自然味が出てくるんじゃないかなと思うんで、やっていきます。はい、はい、作業の流れでちょっと手が動いてしまって、陣を切ってしまいました、はい。この幹に対して上と下のバランスで、例えばこういう細かい枝がついているような陣だとアンバランスなので、逆に言うとこの流れを出せるような感じで、ちょっともう枝っぽいのは排除して、まあ、柔らかな陣にしていきたいので、はい、ちょっと今細かく切ってます、でそんなにもう本当にいらないぐらいだと思うので、あるかないかぐらいな感じでもいい気がするんですけど、まあ、せっかくだからちょっと残して、はい、今でいうとこの辺が太いんですね、なので、このせっかく動いてこの幹に合わせた感じ、シャリに合わせたような感じでちょっと細くできればなと思います。で、あとはちょっと先にこっちもやってみましょうか。元水水だったところを、下までめくっていきたいと思います、はい。ちょっと残して、わざと残しておいたんですけど、あんまり必要ない水すきってことですね。そうですね、上の水を引っ張ってて、はい、で、あとはここの幹、これがもう今度は主幹になるわけですから、はい、そのバランスですよね、ここが細いのに対してここがちょっと太すぎるので、見た目の話ですけど細くしていきたいっていう意味合いでもあります、いいじゃないですか、ありがとうございます。畳み込みですか、畳み込み壊すの枯れたらかわいそう。三島さんもね、はい、なんか動画できる木持ってくるって言ったんで、ええ、後でまた見てくださいお願いします。でもこういう感じになりました、うん。で、今度はここに動きをつけたいので、はい、この内側をちょっとだけ削ってて、こう内側に入るんです、今度水すぎが。あ、そこもねじれてるんだ。そうそう、枝も。なんでこのここら辺にシャリが来るようにちょっと削っていこうかなと。はい、それぐらいちょっとでもあると幹に動きが出るので、この辺から内側に入るんですよ、幹が。はい、これをちょっと引っ張っていくと多分こっち内側に入っていくと思うので、こういう感じでやっていきます。無垢な状態よかはこのシャリがあることによって、まあ、動きが出るというか、はい、になります。で、そんなに上、この枝の先まではやる必要ないので、途中で止めようかなと。今水水のところですね、
ビーッと来て、ここに来ました。で、後々は、まあ、こっちサイドいらないと思うんですけど、はい、ちょっと一気にやりすぎると負荷がかかっちゃうので、両サイド残して真ん中にライン引きました。ここに。ああ、ほうほうほう。で、さっき言ったように一気にやっちゃうと一気に負担がかかっちゃうので、とりあえずはこっち、このシャリが固まって、もう少し時間が経ったら、最後こっちを削って、ここの外側が残ればなっていうふうに思うんですよ。境目の話かな、はい、うん、ただ、水水の動き的には、本来はこっちが外に来たいんですね。なるべくこっちを内側にして。はい、なので、その辺は様子を見てなんですけど、とりあえずここに真ん中引いたので、今はこのまま養生して、はい、固めたいと思います。で、最後に、このシャリの部分ですね、はい、を削っていって完了かなっていう感じです。はい、はい、で今元にここにいたシャリがあるじゃないですか、はい、まあ、これに似たような雰囲気で上までやっていきたいなっていうふうに思います。はい、ガタガタ言ってますけど、はい、風で。じゃあここからは機械、はい、ちょっと手でやりたいです。手でやる、はい、はい。でポイントとしては、ここのここで例にしてみると、ここえぐれてるじゃないですか、はい、痛み切れ、うん、この内側に沿ってここも同じようにえぐってあげるような、うん、そうするとまったいらになりますから、はいいっぱい持ってますね、そのこんなジョナのいっぱい買ったんですよ、お祭りの時に。へぇ、こんな感じで第1弾終わりました。第1弾、はい。で、時期改めてもう一回彫刻したいなと思います。はい。で、今のところこういう風に元々の動きに沿って補足しました。両サイドを削った感じ。そうですね、丸かったところを両サイド削って板にしたような感じですね。はい。で、この後また線をつけてシャリの動きっていうのをもうちょっと出してあげると、これも結構良くなると思うんですけど、その辺はもう持ち主の生徒さんと一緒にやっていったらいいかなと思うので、第1弾でこういう感じでやりました。はい。今後の展望としては、うん、この木も針金をもう一回かけてあげて、棚絵ができるようにしてあげたりとか、あとはもう細かいところの修正ですよね。この辺が長いなと思ったらちょっと取るし、はい、時間が経つと気になるところも出てくると思うので、はい、それは盆栽ならではでゆっくりゆっくりやっていけばいい気になっていくんじゃないかなというふうに思います。なんか刀みたいな、ね、そうですね、お持ち手でさ、そうそう、そうそう、厳しさは出たのかな。厳しさ出ました、はい、っていう感じです。まあ羽根出しとかで使えれば洒落た木になるかなと思うので、うん、まあ、根軸の上なんかにこうやって乗っけてあげると雰囲気が出るんじゃないかなと思います。はい、はい、こういう形で、まあ、ちょっと最初は分身だった木をこのぐらいの小さいサイズに収めて、うん、コンパクトにしながらもちょっと特徴 のある木にしてみました。またこの後いろんな作業をやっていきたいと思いますので、それもおいおい動画に、動画に、はい、なればな。やっぱね、ここを こうなっちゃってるから、うん、あとここの多分これ1個枝ガッて下げたりとかするんでしょ。そうそうそう、それがどうなるかっていうのはね、ここが少し空いてるような感じがあるので、 そうですね、その辺も楽しみに。はい、養護剤に関してはもう少し後にやろうと思います。はい。であとはちょっと、水水と境目はちょっとカットパスタみたいなのをやっといて、うん、乾かないようにしてあげたいと思います。はい、はい、っていう感じです。大きい天神にしてみたという動画でした。はい、はい、この動画がいいと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。 Please subscribe and thumbs up. Thank you. ありがとうございました。